1966年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第17回大会である。1966年5月22日にモナコで開幕し、10月23日にメキシコで開催される最終戦まで全球戦で争われた。1966年シーズンは3リッターカーによる最初のシーズンであり、昨シーズンに比べて、 最大排気量は倍増した。イギリス系コンストラクターは、クライマックスの撤退に従い、他のエンジンを探さなければならなくなった。フェラーリは1961年のように周到な準備を行っているように思われたが、ジョン・サーティースは、ルマンでの予選で、チームと衝突、その後チームを去り、クーパーに加入した。ジャック・ブラバムが3度目のタイトルを獲得したが、今回は、 自身のチームによるタイトル獲得であった。ブルース・マクラーレンとダン・ガーニーはブラバムを見習って自身で車両を製作参戦した。マクラーレンはフォードのインディアナポリスエンジンを3リットル以下に縮小したエンジン、ガーニーはウェズレークに製作依頼した V 型12気筒エンジンをそれぞれ用意した。BRM とロータスはシーズンの大半で2リッターエンジンを使用した。 BRM の新しいエッジ型16気筒エンジンは失敗作ではあったが、ジム・クラークのロータスはこのエンジンを搭載し、アメリカグランプリで優勝した。新たなレギュレーションが導入され、レース距離の90%未満しか走行できなかった車両は、非乾燥扱いとされ、トップ6に入賞してもポイントが与えられなかった。ポイントは1位から順2 6位まで9から6から4から、 3から2から1が与えられた。ベスト5000がポイントランキングに数えられた。オーストラリア人レーサーのジャック・ブラバムが1966年のタイトルを獲得した。ブラバム・レプコが1966年のコンストラクターズタイトルを獲得した。フェラーリは2位となった。ポイントは1位から順に6位まで9から6から4から3から2から1が与えられた。 ベスト5000がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。ありがとうございます。